はい、白熊ゲームです。今回の白熊無料ゲームの紹介所はですね、コンバットマスターシーズン1をご紹介させていただきたいと思います。このゲームはアップストア、アンドロイドの、ストアで、PC でね、マルチプラットフォームで遊べる FPS ゲームになってます。無料でね、提供されているゲームですので、ぜひ皆さん遊んでみてください。で、このゲームはまあ、スマホベースになっていることもありまして、非常に動作が軽くて、パソコンのスペックもですね、そんなに要求しないということですので、手持ちのパソコン、ある方はぜひ、試してみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ゲーム性はですね、動作が軽いことも相まって、COD モバイルや、カウンターストライクのようなですね、カジュアルな戦い、熱い戦いが楽しめるかと思います。まあね、4月の21日に始まったばかりのサービスですので、無料ゲームとあってもですね、まだ人も少なめで、すぐに、ね、爆速でマッチングするとか、ね、この辺はスマホユーザーのおかげかなというふうに思っています。そしてこのゲームなんですけれども、無料で、実績を解除していって、自分のキャラクターや装備を、レベルアップしていくという形のゲームなんですけれども、ぜひね、やり込み要素もありますので、そうなっていくに思いますし、またラグイという要素もあるんですが、白熊がやっている時間帯は特別だったので、あまりラグいることがなくてですね、理不尽にキルされるということも少なくて、結構高くなるんですね。逆にこっちがキルに初見のキルというぐらいでしたので、まああんまり気にするぐらいの時間帯によるかと思うんですけども、気にするようなラグはなかったのかなというふうに思います。ですので、まあガチ勢か、カジュアル勢、エンジョイ勢、どのジャンね、方々もあるようなゲームになっているのかなというふうに今のところ思います。今後のサービスの充実だとか人口の増え方などによって、楽しいのか楽しくないのかというのは変わってくるかとは思うんですけども、今のところ試してみる価値があるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ遊んでみてください。それでは白熊ゲームの白熊でした。ありがとうございました。See you on the other side.